最初に降りた場所縛りしよう。どういうこと？それもう、もう絶対終わりじゃん。とか行くしかなくね、もう。え、どうする？あ、じゃあ、四隅縛りやろう。四隅で合流しようぜ。じゃあ四隅ってこと？何？自分行くよ。じゃあ俺下の方行くよ。じゃあプレートパラダイス誰か行かなきゃいけない。じゃあ俺カンポ見れたら。じゃあ俺じゃあ。プレートやば。プレート絶対行けないでしょ。え、もう最初に開いて行かなきゃダメ。これじゃあ。これ絶対無理だろ。え、上のやつらずるじゃねえの。俺アルカンタラ行くわ。これカンポ見れたら。行けないんだけど行かなきゃいけないんでしょうか。行かなきゃいけない。行かなきゃいけない。え、タッチしなきゃダメ。立ち寄らないといけない。俺じゃあここにするか。この青ピン、謎の青ピン行くわ。この車ねえわ。こんなところ誰もねえだろな。てかくん、着くの早。あ、やばい、マムニョエリア見てみ。俺もあげた。ふざけんなよマジで。あ、俺はいいわ。死ぬし。おい早く来いよ。え、俺とリュウニャ終わりって感じしてさ。リュウニャやばい、リュウニャ終わりだ。え、車乗るのダメなの。車いいでしょ。車乗らないと死ぬでしょ、さすがに。乗らなきゃ。これ無理。多少武器でも持っていかないと死ぬ。てか先客いたもん。やべ、俺サイトがねえわ。てか武器とかいう運命じゃなくても走った方がいいんじゃねって気がするけど。俺は別にそんな死ぬほど遠いわけじゃないから。俺とリュウニャ武器運命とか言ってる場合じゃないような気がする。こんなところ降りたことない俺。何つったの？あ、それなんかあれでしょ、なんか秘密基地みたいなとこあるってこと。降りたこともないよ。名前もついてない名もなき町みたいになってる。みんな見て。え、見て。え、リュウニャまだ。あ、もうちょっとじゃ、もうちょっと。頑張ってリュウニャ。え、これ青ピンじゃないの？青ピンやばい。青ピンじゃない。やばすぎやろ。やばすぎやろ。まあ自分でピンつけないとこだな、せめて。そこまではね、やっぱ責任持っていってほしい。え、青まで行くの？青まで行っちゃえるよ。すげえじゃん。すごい。え、ちゃんと、あの、ちゃんとピンつけたら。え、角まで行ったの？約束は守る男だから、決まってくれ。あいつなんか途中でこけて死にそうなんか。いや、しまったの。絶対絡まれるだろうな。罰ゲームじゃなくて、違う、あの四隅から集まってきて、だんだんなんか結集していく感が、英霊たちが、そう、英霊たちが集結してる、今。プリズンのカード取ったよ。え、強っ。そこ、死守しないといけない、俺たちが。戦ってらっしゃるの？は？なんでたどり着いた人が死ぬの、先に。死ぬよ。今までやばくない場所、場所やばくない、なんか落ちてないままや、なんか崖に崖下落ちてな。え、なんでそんなことになるの。え、じゃあ落ちた。おい、エクザム分かれよ。あの青ピンまで行くってことだよ、マムニャは。今からやべえな、死ぬぞ。泳ぐんだよ。あ、やっと陸に上がれる。いやー、これ絶対死んだろ、これ。え、なんでそんな死にそうなの。ええ、マムニャハイゲージでしょ、どうせ。え、今、陸上がったよ。でっけえし。俺マムニャの死体見に行くわ。エグザム、あの青ピン、ここのビーチ来てよ、ビーチ、ここの。マムニャの死体見れるよ、そのビーチ、死体の、下の、マムニャ、エグザム、ここ。え、下行かなきゃいけないの、ここから。え、下がだってあれで。あー、マムニャ見えた。マムニャいる、マムニャいる。マムニャがいた。この下にいるの。マムニャがいる、マムニャがいる。そうです。墓場が、墓がある、お墓がある、マムニャの。行くぞ、エグザム、俺。大丈夫かな、あ、これか。うわー。バンザイクリフ。犯罪クリフした。いやマムニャー、いい景色見れたな。取りに行ってくるわ、マムニャの遺品はちゃんと拾わないと。戦友だから遺品回収しました。16と拡張グリップを拾いました。いらな。車ゲットするのがまあ近い。どうしようかな。あ、やばい。あ、でんでん、なんとかなるでしょ。あれ最近 CM で流れてるよね。え、くん何してんの。え、俺は帰るよ。バカに助けに行けるわけないじゃん。いや、いける。いや、で不可能だよ、こんな中で助けに行ける。自分が生きるだけで精一杯。ちょっと海に帰る。お前の命まで。ちょっと海に帰る。海に帰る。せめて海に帰らせて。俺の故郷。今ね。行人だったの。俺、官行人。島ね、海は。海は。海は世界中繋がってるみたいな。うわー、そう。ここが俺の。絶対無理でしょ。ああ、いけないか、これ。よくわかんない島で死ぬわけだみたいな。ああ、やだ。よくわかんない島で死にたくない。転がるんじゃねえ、これ。やばい。ちょっと。お前の命はこれまでだ。え、じゃあこれ鈍化したらさ。あ、ごめん。死ねえから。5万円あげる。死ねえから。オウム買ってあげるよ、じゃあ。じゃあオウム買ってね。オウム誰だよ、なんか。100万のやつ。100万のやつ。100センチ。いや、高い。なんだっけな。
金剛インコってやつは海賊に乗せてるやつで、値段が30万から50万、いいじゃん、いいじゃん。で、平均寿命は50年から80年。俺の方が先死ぬんじゃね。うん、まあだろう、確かに80年だったらそうだね。これ優勝できたら奇跡だよ。勝ったらじゃあスミレ金剛インコ取ってあげる。500万だよそれ。じゃあそれスミレ金剛インコ勝ってくるから、そのお金だけちょうだい。ダメダメ、なんで、別にいいじゃん。ダメ、俺は買ってあげる。じゃあ、 仮想スミレ金剛インコ買ってすぐ売るよ俺。現金化するからちょうだい。犬はハリネズミぐらいがちょうどいいんじゃない。なんで次呼ばんだろう。力投、力投でいいじゃん、力投で。力投2号に。力投って名前の動物飼いな。見下すかじゃあ。見下せばいい。カッパ、カッパっていう、カッパの弟っていう動物飼えばいいじゃん。100発以後にパンダドラムついてる血統がある。いや、これも謎じゃね。これ何なの、これ。おっぱい吸うやつ。あ、こっからピューってこう動いて、うん、そうそう。いや、おっぱい吸うやつでしょ、それ。何言ってんの、意味わかんない。いやいや、もう本当やめてほしい。あんじゃん、救援物資取ってこ、くか。それぐらいしないと勝てないから。いやー怖っ。レベ3取れば勝てるでしょ。レベ3取れば、あれへんやろ、こっそり取れば。いや、逆にこのタイミングで、うん、水沢さん撃たれてます。あ、本当だ。右前いない、右前、あ、いるじゃん、右前、ほら。いや、これでしょ。いや、抜け抜け、倍率抜いて、そうすれば勝機あるよ。あ、くん、その距離いいじゃねえと、お前バカ。え、ちょい左にいたよ、ひろみ、それ見てるとこ。惜しい惜しい。あー、あれがもう一人いた、葉っぱで隠れてるとこにいたよ、左。お、どこっち、左側、左の葉っぱ。無理だろ、無理だろ、あ、ここ。いや、隠れてるのか、葉っぱ。え、めっちゃドリ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 ってんだけど。ローザー無理だよ、無理だよ、無理だよ、あれ。多分、キエンブシ拾ってるよ。下のキエンブシ取るか。あ、戦ってる。ローザーだから取られたんだよ。え、これ取られた後のやつでしょ、明らか。さっきの人生、ローザーサップで。これどうする。いや、アンチなんだから別に。ギリで。うん、はバレたのか。俺はバレてる。え、エグザムバレてないの、逆に。俺は撃たれてない、一回も。え、っていうかさ、エグザムの位置さ、それさ、範囲外ギリギリだから、あいつは来ないといけないじゃん。狙い撃ちギリ。そうじゃん。そこで捨てれば8時。捨てた方がいいと思った。頭スリスリだと思ってるっていうか、しゃがんでれば。うん。あ、今いなかった。右さん、右の下、その木の、その木の下。ほらほら走ってるっすよ。あいつ狙わないと、やばい。今やらんと。ナイス、一発当てて。いけ。くん。当てろ。あいつやんないと多分、頭一個で伝える。まだエリア外でしょ。俺がやばそう。今日くんもやばいんだね。まだエリア外。俺がやばい。あ、もう一人来たの、同じルートから。くん、もう一人行ったよ。もうちょっと上に行く。あの超大回りしてエリア内行くんじゃん。うわぁ、もう来て取ったな。来んの番見、俺の画面全部車線切れてるから。超大回りして多分こっち来るはず。右側来るよ。あ、まだ取ったの。頑張ってれば多分走るか。一番高いところやばくない。早く来て。近いじゃん、やるんじゃん、やるんじゃん。あ、いいんじゃん。え、そこまで入ってんじゃん。 3L やれますよ。ナイス、 3L です。俺も寄ってやるわ。ナイス、あ、強っ。次に続く。拾って拾って、拾って拾って、広い広い、エリア見るぞ。広い広い広い。3ヘル2つ当たるよ。エギダン3ヘル2つ当たる。え、もう無理じゃない。切る切る切る。食らってるの見て、食らってるの見て。え、これやばい、これやばくね。え、もうやばいやばいやばい。これは無理でしょ、これは無理だ。え、どこどこどこ。いや、それは無理、それは無理、さすがに。下行った方がいい、下行った方がいい。もう無理。いや、そっちは無理だな。その見か、その回り方は。ユイ。あれ別のグループだったね。だけんな、こっちもいるし、もう終わりじゃん。14から人変なすぎだよな。今やっと3人減ったんでしょ、これ14から。どう？だ、俺たちが殺した。これこれ入ってるよな。入ってるな。これ後ろの。もう無理だ。ここからここから。あ、ベベベ。ああ。終わり。意味ねえわ。終わり。終えるか。